こんにちわんこそば、ジンくんの部屋ようこそ。こんにちわんこそば、ジンくんの部屋へようこそ。イエーイ。はい、ということで今回は姉と第1弾のね、姉ぴょんと撮った動画がなんと好評ということで、今回も姉ぴょんに出ていただいてます。今日の企画は、僕も実際あんま分かんないんですけど、ここに今ね、幼馴染の M ちゃんがいるんですけど、 M ちゃんが今日は企画をね持ってきてくれました。ありがとう。じゃあ発表していただいて、今日の企画は、はい、兄弟抜き打ちテスト。イエーイ。え、悪いけど、あんたよりは私も頭いいよ。いや、絶対それはない。企画はそのおバカチェックってことですか？どちらがどれだけおバカかっていう勝負をしていこうかなって思ってます。一問ずつ出るってこと？うん。じゃあまず国語から。はい、先生お願いします。じゃあ第1問。はい、先生。でね、赤い線のところの漢字の読み仮名を書いてください。はい、わかるよ、普通に。ナピオン、わかります？いや、わかんない、合ってるかわかんない。わかります？ちなみに。わかりません。わかっ、漢字は読めません。できました。できました。え、わかんない、自信ない。何にも。これはわかる、絶対合ってると思う。4文字だよね。4文字。これ2人ともわかる、よし。いっせーので。え、違う。え、なんて書いた？鉄道。え、鉄道。ちなみに、どっちも正解してない。え、待って、待って、分かったかもしれない。もう一回。はい、もう、じゃあもう一回、もう一回、もう一回行きたい。もう一回。分かった。いや、これで二人で会ってたらマジでかっこいいよ。いける？自信ありますか？いっせーので。違うじゃん。何、手紙って。違う。ガチで言ってる。違うよ、鉄鋼でしょ、鉄鋼だよ。合ってる？やった、行こう。えー、網って読まないっけ、あれ。網じゃないよ。網って何じゃあ、逆に感じ。違うよ、そんなんじゃないでしょ。1ポイントいただきました。ありがとうございます。こんくらいになれば、ジンの顔の小ささと同じになる。どういうこと？第2問、じゃじゃん。漢字を書いてもらいます。余裕だよ、こんなの。冷蔵庫に入れる。はい、入れるよ、これ。マジでそこはもう舐めんといてほしい。書けた。かけた。え、自信ありますか？うん。これいけるよね、絶対。余裕だよ。余裕、余裕。いっせーので。おぉ、やった。合ってる。よっしゃー。おー、こういう時は両方点数つく。両方点数つく。つけよう。よしよし。おー、やったー。じゃあ第3問。はい、はい、カタカナを漢字に直してください。余裕、余裕。てれん、姿勢を正す。これね、今ね、ちょっと待って、分からない。姿勢ね、姿勢ね、姿勢。姿勢でしょ。かけた。嘘です、ちょっと待ってね。ちょっと待って、なんだっけ。はははは、ちょっと出てんだよね、わかんない。もうこれでいきます。せーの。はい。あー、惜しいね、ジンくん。ジンくん、遅い。遅いじゃない。待って、惜しいね。姿か。それだ、それだ。惜しいね。それ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 。そうだ、女がなかったんだ。やってんのにね、いつもね。やった。悔しい。次は算数です。うわ、ここ本当に算数苦手なの。小学校6年生で絶対習ってるような。じゃあ絶対いけるよ。じゃあ、はい、次の問題。はい。でれん。止まってる。頑張ります、やってみます。掛け算だもんね。うん。え、あ、分かった。これめっちゃね、本当に塾でね、クモンとかでめっちゃ記憶がある。自分多分できた。お、できました。文法が文法。先生。はい、はい。斜めにさ、やるんじゃないっけ。そう、そうだよね、うん。ダメだね、それも。ダメ、やり方教えてもらってんじゃん。ヒント、ヒント。ヒント、じゃあヒントは、答えは綺麗な数字にはならない。なりませんよね、もう絶対。分数。はい。絶対もう合ってると思います。自信あります。無理。出た。おー、出た。これはじゃあお互い合ってんのかな。わからん。じゃあ一緒にせーので。うん、いくよ。いっせーので。お、あれ？一人合ってます。あ、間違えた。間違え。え、間違えてないよ。一人正解者がいる。え、どっちだろう。正解は、正解は28分の9。やったやった。約分をする。約分した。2で割って。約分ってなんだそれ。じゃあジンが1ポイント。イエーイ、ありがとうございます。なんで。じゃあ次は英語です。はい、はい、11月。11月。うわ、英語で。英語で。はい、いけました。なんて読むんだっけ、11月って。それが答えやん、もう。自信ある？ない。適当だよ。うん、OK です。3、2、1、じゃん！お！一人正解者がいます。どっち？
しゃー、でんでーん。え、オクトーバーってさ、何月だっけ？10月でも。うわ、惜しくない？なんで分かったの？なんか LINE のタイムラインのところにちょうど書いてあった、11月になる。すごい、しゃー、おめでとうございます。やったー、3対3です。じゃあ次、はい、英語の文法、これを日本語に訳してください。え、めっちゃ簡単じゃない？これは簡単すぎるよ。日本語で書けばいいんでしょ？そう、日本語で。何そのスターディングみたいな。スタディング、もう言ってるよね。スタディング、え、もう答えだよね。もうそれが答えでしょ、うん、はい、できました。これはマジで簡単。現在進行形ってやつ。現在進行形、うん、はいはい、いきます。答え、いっせーので。おお、2人とも不正解です。え、ちょっと待って、なんでか。私は今勉強しています。あなたは今勉強しています。これ2人とも違うって。私とさ、あなた以外で考えるんですけど、あなたは勉強していますかってこと。惜しい。あなたは今勉強していますか。一緒か。答えいい、はい、惜しい。あなたは今勉強しているところですか。しているところ、ところは分からんな。スタディの現在進行形で ING がつくと何々しているに変わるから、今何々しているところですかっていう疑問文になる。へぇ、さすが先生。俺もこの最後の顔のなんなんこれ。めっちゃ気になった。なんこれ。じゃあ英語はこれで終わりです。はい、はい、次は理科。理科。じゃあ次は早押し問題にしたいと思います。はい、はいはい、お願いします。あ、早押し問題はこのガチャガチャの。おお、ジンの方はゆっくりだけどね。これ鳴り終わったら答えられるから。おかしい。最低なの。みんな一瞬で終わるやん、こっち。そうせこいから。それはおかしいだろ。早押しでもない。早押しじゃねえだろ。じゃあ行きます。はい、行きます。せーの、はい。はい、ミドリムシ。ブー。あ、ブー。三日月も。ブー。あ、わかった。モナリザ。それは美術。わかりますか、ちなみに。わかります。おー、え、わかる。アメーバ。あ、ブー。え、違う。え、じゃあ、聞きます。ダメ、ダメ、ダメ。え、ここら辺までなんか来てる気がする。ミドリムシって言ってるよね。形で覚えてる人が多いかもしれない。形？うん。三日月もじゃないの？三日月もは三日月の形をしてる。え、形？形。形を。待って、わかった。何？ミジンコ。違う。ミジンコ。え？いい、言っちゃって。三日月も。違う。長月も。最初の文字聞いていい？うん。ゾ。あ！同じじゃない？待って、今同じ、今絶対同じ。じゃあ、じゃあ一緒に言おう。あ、一緒に、一緒にやって、あの、合ってたら二人ともポイント入ればいいじゃん。あ、いいよ、いいよ。絶対合ってるよ。いっせーので、ゾウリムシ。おー、正解。正解。ゾウリだ。ゾウリだ。ゾウリムシ。44です。わー、面白いね、これは。これは悔しい。これは面白いわ。じゃあ次、次は社会。はい、はい、いくよ、早押しね。スタンバイしとこう。スタンバイしとこう。はい、せーの、はい。織田信長。おー、正解。それしか知らないだら。うん、わかんない。え、わかるよ、わかる。伊能忠敬とか。おぉ、ホトトギスのやつ言って。泣かぬなら殺してしまえ、ホトトギス。豊臣秀吉は泣かせてみせよう。おぉ、世界。え、すごい。しゃー。じゃあ、あと徳川家康。泣かぬなら早押し、早押し、早押し。はい、はい、食べてしまおう。作ってあげよう。私も思った。泣かぬなら泣くまで、泣くまで待とう。おー、正解。え、すごー。やったー。これあの、あれだからね、まだ点数入らないやつだから。残念ながらね。あとやってないさ、教科って。ちなみにあれ、保健体育やるの。保健体育やる。6問ある。6ポイントにするか。おお、全問正解したら6ってこと。1問につき1点みたいな。 OK。臓器の名前ってこと？臓器？一番だけはちょっと違う。通り道のこと。ああ、わかるよ。もう、わからん。もう、これでいっちゃう。わからないやつじゃん。うん、これで。一番っていうのも一じゃない？自分もそう思って。ねえ！で、両方書いた。でも。両方同じの書いた。同じの書いた？あ、そっか。そっちか。そうすれば合ってるのか。ああ、どっちかが。それでもあり？いいよ。もうダメだよ。書いちゃう。もうダメだよ。書いただけ偉いよ。じゃあ。はい。いっせーので。
あ、いいだ。1、食堂。イエーイ。イエーイ。両方、2人と待ってる。2、肝臓。やった。え、すごい。え、私合ってた。吐いたと思ったっけ、私、人類。すごい。3、小腸。え、すごいやん。すごい。腸って書いちゃった。まあ、間違えてはないよね。4、消化管。消化管、惜しい。でも私はこれ管って書いた。管ってすごいじゃん。でも消化する管のことだから。すごい。5番、胃。おお、これはまあ。6番、大腸。しゃーい。すごい。ってことは私5ポイントってこと。5ポイント。やった。すげえ。体の中身とか得意ないよね。なんで？変態だからじゃない？変態じゃないわ。じゃあ最後、10ポイント？これはもう決めていただいて、じゃあ、Mちゃんが。じゃあ最後5点。お、じゃあ逆転できるチャンスが。逆転できる可能性がある。もうこれは頑張るしかない。ちなみに教科は何ですか？算数。はい。はい。最後の問題。はい。三角柱の。三角柱。立体を描いてください。絵で描くのむずくない？立体で描くんでしょ？立体。立体がむずすぎる。見ない？意外と。え、ちなみにこれ難易度って高いですよね、めっちゃ。小学校6年生ぐらいでやってる。え、できました。お、絵に描くのがむずい。なんか想像ではめっちゃわかるんだよ。じゃあ3、2、1。おお。見して。え、うまい。え、よくこう立体的に描けるね。適当にやったらできちゃった。でもなんか立体的じゃない？これは思い出してった。こんな感じのね、やつをね、頭で惜しいって聞こえた。正解はこれ。ジムチーズやん。で、合ってんじゃない、自分が。論外。え、ピエンすぎる。そもそも、まずピエン。立体じゃない。ピエンなんだけど、ミオです。はい、じゃあこちら続いて最後の問題になります。イエーイ。じゃあ最後、さっき盛り上がった微生物の問題。え、早押し？早押しで。OK です。いくよ。はい。せーの。ミジンコ。ブ。三日月も。ブ。釣り。竿に尽きるやつ。ぐわぐわ。何それ、見たことないけど。ちなみにさっき言ってました、僕たち。言ってた気がする。え、モナリザ。違える。ミドリムシ。おお、正解。そんな木みたいなの生えてた？生えてたっけ？やった。1、2、3、4、5でしょ。それ5か。5点、うん、でもまだあるら。いや、もう俺終わりたい。ということで、結果発表をしたいと思います。ジンが11点。見えてないよ。見えてるよ。アネピョンが10点。勝利はジン。イエーイ。すごい、でかすぎる。ミドリムシで5点で逆転させていただきます。ありがとうございます。はい、ということで、今回は、アネピョンとこんな感じでね、勝負してみました。結果、お互い、頭良かったということですよね。うん、やばすごい。はい、ということで、すごいね、頭が良かった兄弟ということで、はい、今回このね、テストでね、皆さんに、全世界にこの頭の良さをお届けできたんじゃないかなって思いました。頑張ってください。はい、皆さんも良かったらたくさん勉強して、はい、僕たちみたいになってみてください。はい、お願いします。お願いします。ということで、はい、最後まで見てくれてありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントよろしくお願いします。以上、ジンくんとアネピョンでした。バイバーイ。